はい、こんにちは。毎週土曜日はちょっと懐かしい銃とともに昔を振り返る。今日は1992年頃まで遡っていただきまして、MGC から発売されていた、固定スライドのガスガン、コルトマーク4シリーズ70をご紹介したいと思います。前回ですね、このウィルソン LE を紹介してですね、私も勇気を得まして、こんなね、固定スライドのね、古めかしいガンですけれどもね、結構皆さん楽しんでいただけたようだと私は判断いたしましたので、でコメントの中でですね、なんか1911出せばよかったのにね、なんていうふうなことで私も盛り上がったんですけれども、ポロッと出てきましてですね、これはですね、オークションで買ったものだと思います。私自身はお店で購入した記憶はありません。で、前回もお話ししたようにですね、一時期この固定スライド系のガスガンがですね、もう捨て値でオークションに出てた時期がありましてね、その時パカ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 とね、結構ね、買い求めたと。それが今ありがたいことにですね、いいコレクションになってですね、こうやって過去を懐かしむことができるということでございます。で、機能としてはね、前回のこのウィルソンと全く同じで、おお、なんか事故が多いな最近な、危ない危ない。ね、常にこのハンマーはね、置きっぱなしになっていて、で、トリガーを引くと、まず弾をマガジンからビュッとこう、なんかつまむような感じになるのかな。で、ポンと、いうふうな感じで。コメントいただいた方の中に、タニオアクション2って呼ばれてましたよね、なんて言われてるようにね、もう完全なもう指アクションですよね。ただですね、私の感覚からすると、このウィルソンよりもこっちの方がなんとなく ストロークはそこそこ長いんですけど、引きやすいかなって感じがします。構造は全く一緒だと思うんですけれどもね。はい、ちょっとこのトリガーはね、あまりにお見苦しいといえばお見苦しいですよね。で、今日のね、カート文字はこんな感じで、すぐ分かっていただけると思うんですけれどもね。はい、いつまでやってんだよと。で、今日はゲストでね、サイズ測るのに、この間MGC 同士で比べても意味がないんじゃないのかなというご指摘も受けたんで、今日はね、ちょっとだけエラーをね、こう出してみて、これで後で寸法を比べてみたいなと思います。で、まず、とりあえず固定スライドのエアガンとはいえ、重量は測らなければいけないということで、重量測りましょう。 700g 以上あるんですね。まあ中身がね、いろんなものが詰められますんでね、まあ、結構だからずしっときてね、本格的でこれで弾が出るっていうのはやっぱり新しいファンを獲得したでしょうね。ちなみに前回のやつは850ですから、まあ、それなりにこんだけいろいろついてますからね、重たいのは分かるんですけど、ここ700いくつって悪くないですね。ね、722、いいんじゃないですか。はい。各機能としてはですね、もうこれリキッドチャージマガジンに、またこのよくね、この普通の、なんていうんですか、菅場のサイズにまとめましたよね、これをね。フォロワーもね、非常に滑らかです。何年も置いてあったのに、これ買ってからもずっと放置してあるんで、サイズ的にもどうでしょう、ダミーカットと比べてこんな感じですね。なんか悪くないですよね。やれば入りそうって感じです。入りますね、これね。いいサイズなのかもしれませんね。ちなみにエランのあれと比べてみればいいのか。これエランのマガジンですから、それと比べて、あ、ほぼ一緒ですね。ほら、長さとかはね、もちろん違いますけれどもね、幅的なものとかはね、ほぼ一緒ですね。ほら、こっちもいい感じですよね。割と再現性高いですね。もちろん MGC もね、モデルガンメーカーのね、 U でしたからね、そのあたりはね、しっかりされてたんだと思います。はい。で、グデタマ君にちょっと、あ、これ通りで錆びてると思ったら、外装がスチールですね。いいですね。ほう、本格的だわ。
この中にねガスタンクがあるんですけども、それをねスチールの外装でしっかり覆ってあって、本当になんか雰囲気のある、まあいい割り箸マガジンなんかに比べればはるかにかっこいいですよね。で実弾じゃない、 BB 弾を発射できるんでセーフティーは非常に重要になって、カチッとちょっとなんかあれ、うん、なんて言えばいいんだろう、ゴゴッボコッボコって感じかな。はい、こっちはもうシャキッシャキッって感じですよね。まあこれね、このスパーがついてる分ね、フィンガースパーがついてる分、もういくらでもこれテコの原理でね、そりゃ丁寧にいきますよね。こっちはそれはないですからね。うん、もごっボコって感じで、まあ十分ちゃんと機能しています。リアビューなんかいいと思いませんか、やっぱりこれね。これも多分引っ込むんでしょう。あ、引っ込む。凝ってるな。これが、もうこれもコスト上がってるんでしょうけど、これは一つあるとないのとはえらい違いますよね。はい。このあたりはなんかモデルガンの流用のような気もしないでもないけど、その辺どうなんだろうな。やっぱいいですよね。確かにウィルソンかっこいいんですけれども、やっぱりこのノーマルのね、ガバでね、この弾が出るっていうのがね、ただ時期的にこれが92年ですから、こいつが発売されたのが6年86、7年っていうと結構なやっぱり時を経てますね。先に SW シリーズとかが展開されてましたからね。でこれはだからあの例のあのこのカスタムのオンパレードの時の一つだったんでしょうね。よくこの小さいマガジン作りましたね。ちなみにウィルソンとの互換性はあるのかな。しっかりありますね。これはこれでいいじゃないですかね。これね、なんかウェスタンアームズのカスタムに出てきそうな感じの雰囲気でね、バンパー付きのマグっていうことで、はいはい。じゃあ外観のチェックが終わったところで初速か。初速を調べるにはガスを入れましょうと。ガス漏れなかったよなこれな。あ、全然大丈夫ですね。ガス漏れしてませんね。ほら、ね、十分ですね。今日もねフォローズでバーボンでやってます。この時期の銃にはかわいそうなね、0.25g の弾でね、初速を測りましょう。スライド引きそうになりました。そんな必要ないんですよね。へいへい、へいへい。じゃあ、弾速計をオンにして。最近弾速計とあんまり僕うまくいってないんでね、今日はうまくいくといいな。61.6、 0.47 ジュール、もう全然安全ですね。むしろこの間のウィルソンのは少し強かったのかな。覚えておいてくださいね。 61.6 ね。ウィルソンはどのぐらいなんだろう。あ、ウィルソンはね64.1 ですね。ほんのちょっと初速がウィルソンの方があるっていう感じですかね。はい。まあね、マガジンが多少違いますし、それぞれの個体でね、やっぱり多少違ってたような記憶はあるな。お持ちになってた方多分多いと思うんで、どうでしょうね。これ確か随分違いましたよね。随分というかね、この間もお話した通り SW 系のオートの方がちょっとね初速は弱かったような気がする。初速が遅かったような気もしますけどね。一番やっぱりあの別にノーマルの状態で結構ウィルソンが
それなりに、まあといっても玉自体がねめちゃくちゃ 0.3 とか、多分 0.3 から 0.6 ぐらい、あ、いや 0.13 から 0.16 ぐらいの玉だったはずなんで、もうそれは早く感じましたよね。まあ今の 0.25g でね打ちましたけれどもね、まあこれじゃかわいそうなぐらいですよね。で今回これ中古入手なんで、取説はねこういうのが前オーナーの方がつけてくれたものがありますと。ついてきましたね。で年数は92って言ってるのはね、ここを見て言ってますね、私ね。ね。いつも通り MGC のね、この分かりやすいね、説明書に。まあ見たところね、本当に全然我々が知っているモデルガンの構造とは全く異質の構造なんで、私は正直この固定スライドガスガンっていうのはまあほとんど分解することもなく、最低限のことしかやってないですね、いつもね。はい。この頃もうお店が、もう新しい方の店舗に移ってますね。元のウィルソンは、初代のやつは私は9店舗で買いましたから、だから店舗が移ったのが80年代後半から90年代にかけてなんでしょうね。なんかあんまりあの頃のことはそんなに鮮明に記憶にないんですよね。さてじゃあ寸法比較ということで、ゲストのエランさんにちょっと来ていただいて、でさっきねスライドの方のね幅はねもうすでに測ったんですよ。エランの方がね 0.98mm ぐらいかな、細いんですよね。はい。長さ的にはどうでしょう、フロントサイトで合わせたりしてみてもいいのかな。まあなんかさほど変わらないって感じしませんか。で気になるフレーム周りだったんですけれどもね、これもねさほど変わらないって、小林さんが言ってた、動画で言ってたこの幅が少し前に出てるんだっていうのも、さっき、まあ、どっから測ろうかっていうのも悩んだんですけれどもね、結局ですね、ここのねトリガーのこの部分、これねすごいこういう測り方っていいとは思わないんですけれども、ざっとでね、こことねここのね後ろの部分をねやるとねどうかなと思って、でここで今ゼロセットしましたから、それをこいつと比べてみた時にどうなんだっていうと、こっちの方が1.2ミリですね。1.2ミリ程度ね、やっぱりねこの幅があるんですよね、この幅がね、そのぐらいですよ。であとみもっとはっきりわかるのが、エランのやつは握ると私の親指でもここが届くんですけれども、 MGC のはね届かないということで、こっちの方がまあこれグリップも含めてになっちゃうんで、全体的に MGC の方がグリップ周り、フレーム周りがちょっと太いということになりますね。まあ、なんとなくね、グリップは同じような風に見えるんで、やっぱもともとそうなんでしょうね。はい。ということで、なかなか思ったよりも外観の再現性は悪くないよねと。並べてみてどうでしょう。トリガーのね、その前に出過ぎてるよっていうのは仕方ないとしても、遜色ないんじゃないですか、あんまり。ほら、こうやっちゃうと、こうやっちゃうと、ね、刻印はね、こうしっかり入ってますんでね、結構ね、この辺がいいか、こんな感じで、よしよし、こっちもね、こんな感じでね、入ってますね。で、チャンバーの上にもね、しっかりこう入ってると。ね、再現性悪くないですよね。で弾が出ますからね、実際のこうサイトのイメージはこんなイメージでって感じですね。でここもモールドですけれどもね、いい感じと。ちなみにエランさんの方はこんな感じですね。
ここも比べちゃおうか。こんな感じです。どうでしょう、悪くないですよね。ハンマーの置き具合もなんかいい感じで、ほら両方ともね。ということで、いや重いな、さすがタングステン混入ということで、なかなか再現度の高いこの MGC の、シリーズ70、ね、のガスガンです。連射しても楽しい、スライドはグッと引けるんじゃないかと思うぐらいの造形。あ、フロントビューね、ここはやっぱりちょっとね、エランって感じでね、エランちょっとね、インサートがね、僕は深いんじゃないかなとちょっと思うんですけどね。ちょっとこれはね、だから、引くとね、こういう風に動くわけですよ。バレルがこう、バレルがここにビニュってくるような感じでね、ビュンって。で、チャンバーの方に、パッキンの方に BB 弾が食い込まされるような感じになって、パンと出ていくという感じですね。はい。いかがでしょう？思ったほど、なんかおもちゃおもちゃしてないですよね。で、お値段はね、当時これが1万円台ですよね。まあ今にして思えば固定スライドでっていうのはどうなんだろう。でもこれだけの外見の良さもあるし、何よりこの頃は当たりましたからねって思い出した。試写結果、試写結果、はい、これですね。ホップもない時代なんでね、許してあげましょうということで、5メーターで、0.15 グラムのイーグル工業のさんの玉を使ってこんな感じです。どうでしょう、十分遊べる銃ではないでしょうかね。はい、まあね、この92年ぐらいになっちゃうとね、もう私はあの、そうですね、資格試験に夢中になってる頃ですね。だからあんまりその楽しい思い出っていうのがないですよね。まあ次女が生まれた頃かな、長女が生まれ、次女が生まれて、子供がちょうど、増えつつあるというかね、頃だったんでね、あのどちらかというともうなんかその資格試験のお勉強とね、自分の家族のその増えていく家族、それをまあ要するに日々健康でね、過ごしてもらうことの方が重要な時期でしたね。で同時にちょっと私自身も自分がやってた運動をまだ現役でやってたんで、あの本当にね、親としちゃ失格だったかもしれないですけれども、もうほぼ長期の休みは割とまあ特訓ってわけじゃないんですけれども、まあ子供をねプールに連れて行って、流れるプールでね、浮き輪をしながらもね、その下でこう蹴りの練習をしたりとかね、もうなんかこう、なんていうのかな、若い頃はあんなにサボりんぼで大したことはしなかったのに、どうしてたいみたいな感じでね、本当にね、根気のなかった子供だったんですけれどもね、こんなにね、一つのね、運動をね、40何年続けるとは思わなかったですね。しかもまだやってますからね、本当にこれ多分もう体動かなくなるまで、まあほぼ死ぬまでやり続けられるんだろうなと思うんですけれども、何でもまあこう趣味って長く続けてるとやっぱりいいことってあるんですよね。モデルガンなんかもまさにそうですよね。長く続けてるからこそ昔を今語って、まあ、それが別にね、何のね得があるんだよってことじゃないんですけれども、こうしてね、たまたまね、その当時想像もできなかったこういう動画配信っていうかね、 YouTube っていうその媒体を通してね、やっぱり同じ時期にね、アメ横を徘徊してたであろう皆さんとね、またそこでね、この電子空間で電脳空間でね、語り合うこともできてね、まあもしかしたら会ってたのかもしれないね、なんていう話ができるのもね、これなかなかねないことですからね。でもっと嬉しいのはね、例えば関西、九州といった遠くの方でね、やっぱその土地土地でね、また別のね、多分ね、我々がアメ横を懐かしむようにね、そういうね、メッカがあったと思うんですよ。モデルが全国的に売れたおもちゃでしたから。そういうところの話を聞けたりね。で、あと時々はね、まあこういう古いモデルを引っ張り出してね、実際触ってみることで、こんなんだったんだね、みたいなね、ことも語り合うことができるっていうのはね、まあ本当にいい時代になりましたよね。
まあ、昔のね、この間もコメントでありましたけどね、癌歯のね、売り足し買い足しでね、もう実名バリバリ公開とかね、あんなね、本当に1ヶ月遅れ、2ヶ月遅れのね、そのなんていうのかな、情報のやり取りみたいなのをね、やってたと思えばね、今はもうほぼリアルタイムですからね。なんだかね、別に私らはもうあのなんていうんですかね、コンピューターが企業に入ったりする時の最初の頃からやってきた人間なんで、さほどその古い世代ではないと思うんですけれども、やっぱりね、子供の時のところまで含めて考えると、覚醒の感っていうのはこういうことを言うんだなって感じですよね。でただ問題なのはですね、ここからまたぼやきが入ります。確かにコンピューターの世界の進歩は著しかったですよと。だけど例えば月にはあのアポロ計画以来まだもう半世紀誰も行ってないですよね。え、だって70年代の末には火星に人を到達させるってケネディ言ってなかったでしたっけっていうことですよね。確かに本当に一つの小さな箱の中に入ってる電子機器コンピューター非常に豊かになりましたと。でもしかするとお料理なんかもグルメなんかも非常にね、町のレストランは増えたのかもしれません。いろんな国の食料が食べれるようになったのかもしれませんと。でもどうでしょうと、人類の進歩ってそんなもんなんですかと。なんかすごくね、あの万博、大阪万博世代としてはね、寂しいですよね。私たちはもう当然ね、自分がね、年取ったら金貯めりゃ月はいけると思ってましたからね。とんでもないことになっちゃいましたね。それがね、戦争はまだ終わらないしね。ましてや今回の中共ウイルスみたいなことはね、もうあっという間に解決できるのが21世紀の人類だったと思ってたんですけどね。これは我々の責任ももちろん大きいですよね。まあ、ただね、諦めることなくね、まだ21世紀始まったばっかりですからね。こっからね、あと80年間ブンブンね、ねじ巻いてね、ガッと進歩してくれないとね、本当にね、死んでも死にきれないですよね。良くなったのはね、スマホやコンピューターだけかよみたいな話になっちゃいますんでね。まあそんな中でもね、こういう趣味のものっていうのは変わってくれる必要は全くないんで、まあ、こういうオールドね、ファッションな、ハンドガンもいいし、ね、木目のよく似合うリボルバーがあってもいいし、やっぱりそういう古いものは古いものの良さをね、楽しみながらね、早くね、人類がね、もう人類そのものがね、進歩していけるようにね、私も努力していきたいなと思いながら、今日もまたいっぱいというところでございましょうか。ではまた。